はい、皆さんこんにちは、村長です。昨日は最速でスタジオ1のバージョン 6.5 ドルビーアトモスに対応したスタジオ1のご紹介をしました。とっても時代の変わり目を体感できるような素晴らしいスタジオ1の、それも無料のアップデートということでワクワクしています。前回はスタジオ1の中にあるチュートリアルを利用して皆さんにドルビーアトモスがどんなようなものかということを体験していただきました。通常のヘッドホンしかない環境ででもかなりの立体感が味わえることがよくわかったと思います。これからのミックスというのはやはりこのアトモスをうまく使って表現していくことも一つの手法だということも思いまして、前に作った楽曲、皆さんもいっぱいあると思うんですけれども、それをアトモス対応にしていくやり方というのをお話ししたいと思います。今は前の楽曲をそのまま開いています。ここからどのようにしてアトモス対応にするかというと、ソングのメニューの中から空間オーディオというのを選びます。するとここにですね、サラウンドとかステレオとかなってますが、ここをまずドルビーアトモスに変えます。そしてベッドフォーマットというのと出力フォーマットを変更していくんですが、僕もアトモスに精通しているわけではないんですが、スタジオ1のマニュアル通りベッドフォーマットは 7.1.2 ということで、そして出力フォーマットは 7.1.4ということにしておきます。そして適用をします。そうしますと、まずはこのドルビーアトモスのレンダラーというのが出てきます。レンダラーって何かなというふうに思います。ここでいろんな設定をするわけですけれども、その細かなことは僕もまだ十分には理解できていないところもあるんですが、必ずヘッドホンでミックスをしていくときに、ここの右側にステレオとバイノーラルというのがあります。このステレオにするとアトモスでやった立体感が表現できません。単に今までの LR と同じように音が聞こえます。皆さんも一度やってみてください。そして通常はこのバイノーラル、これで編集をしていくことになります。そしてそれができれば閉じてください。次はオーディオインターフェースの設定を見直します。もう一度ソングの方からソング設定というのを選びまして、オーディオ IO の設定を選びます。今ここはそのままになっていますが、出力の方はメインとヘッドホンズというのに皆さんも変わっていると思います。僕は 7.1 チャンネルのオーディオシステムを持っていませんので、これはこのように消してしまいます。そしてヘッドホンの方を自分の使っているオーディオインターフェースの、僕の場合は4つの出力があるんですけれども、そのうちの1、2番に音をつないでいますので、ここを選択するようにします。皆さんのオーディオインターフェースでもヘッドホーンの方をこのように選択してください。そして OK を押します。はい。この時点では1個だけが新しいパンニングになっています。このパンモードがサラウンドパンナーというのになっているからです。こちらはそのようになっていません。次は各チャンネルを見ていきましょう。今はモードがステレオモードというのになっています。このようなインストゥルメントトラックは選択するところがありません。アトモスというのはオーディオに関することだからです。インストゥルメントトラックは LR でしか表現ができませんので、このようになっているわけです。こういう場合はインストゥルメントトラックを選択しまして、オーディオトラックに変換します。インストゥルメントに戻したいとき、そういうときはここをチェックを入れておいてください。
僕の場合は今はもうオーディオに変わってもいいですので、このようにチェックを外して OK をします。するとこのようにインストゥルメントをオーディオに変換してくれます。ちょっと早送りをしたいと思います。このようにオーディオに変換する方がいいと思います。なぜならやはりアトモスを入れると少し CPU 負荷などが大きくなります。ですから新しいソングを作るような時も最初はアトモスモードじゃなくって通常のモードで編集をしたりして、なるべくアトモスの負担をかけないで編集をして、そしてインストゥルメントが確実にもう仕上げの段階になった時に各トラックをオーディオにチェンジしてアトモスの処理をしていく、これが僕は理想じゃないかなというふうに考えています。とってもパワーのあるCPU をお持ちの方はいいと思うんですが、僕も今録画用に撮っている DTM のマシンはとっても非力でメモリーもありませんので、こういうようなマシンでするときは最初からアトモスを使うんではなくって従来のミックスのやり方でやって、そして仕上げとしてアトモスを使ってみてください。はい、このようにいらなくなったトラックは消しておけばいいと思います。バスのトラックもこのように全部選択しまして、ステレオというのを 7.12 に変更します。全部がオーディオのトラックに変わりましたので、今までと違ってモノとステレオだけじゃなくってこのようにたくさんあるんですけれども、ここは基本的にステレオで大丈夫です。それではドラムからパンを考えていきましょう。ループを作っておきます。ちょっと広がりを作ります。まあ今までの概念ではドラムは中央でいいんですが、ちょっと左に振ります。次にベース類を入れていきます。
はい、その他の楽器入れていきます。はい、これで大体のバランスは取れました。ここにそれらをまとめたステムバスがありますので、そのステムバスでここをチェンジしていくこともできるわけです。このような形で全体のステレオ感を変更することもできますが、バスは基本的に中心にやっておく方が最初に決めた各トラックのパンを有効に働かせるのには、ここは中央にしておく方がいいと思います。高さぐらいを変えるというのはいいんではないでしょうか。では今までのシステムと聞き比べをしてみます。まずは今までにやったミキシングでの音を聞いていただきます。はい、次にスタジオワン 6.5 でのドルビーアトモスを使ってバイノーラルで音を出力したものを聞いていただきます。目を張って。
途中でボーカルをいろんな方向に向けてみました。まあ、このように臨場感があるものとですね、そして以前のミックスでやったもの、それを聞き比べていただきましたが、アトモスは臨場感があっていいと思います。ぜひ皆さんも今日冒頭の方でお話ししました順番に沿って今まで作ってある曲をこのアトモスに変えてみて一度チャレンジしてみてください。村長スタジオでした。